やっぱり北朝鮮の人たちが人権状況を向上するということは極めて大事だというふうに私は思ってまして、そのためには I've never been in North Korea, unfortunately. 私は北朝鮮行ったことないんですけど、いや私も行ったことない、入れてもらえないです、だから北朝鮮で日本のいわゆる拉致被害者がどういうふうな生活をしているかとか、非常にこう心配なんですが、まあ、我々もで、まあ、拉致被害者もですね、いろんな情報を加味するとやっぱりあの北朝鮮の一般の国民よりはその医療なんかの部分でも恵まれているという情報もありますが、極めてその自由がない生活をしているということでありますので、そういった意味ではあの自由というのは人間にとって一番大事な部分ですから、はい、そのためにはぜひ、まあ、北朝鮮に捕らわれている日本人拉致被害者もまた北朝鮮の大変に自由を束縛されている人たちも救い出していかなければいけないと思っています。 頑張ってきてください。 Let me leave my bag and work together. Yes, of course. どうぞ席へ。この問題をですね、まあ、日本と北朝鮮の場合の議論によって解決するというのは基本的な戦略であると思っておりますが、米国のトランプさんがあのように北朝鮮に対して、厳しくですね、拉致問題のことをですね、主張していただいたと、そのことが国連においてどんな現実の効果を上げているのか、そして北朝鮮と極めて近いロシア、中国といった国がこの北朝鮮における拉致問題に対してどんな発言をしているのか、全くしていないのか、この辺に関してですね、国連の中の特にあの、まあ、言ってみれば表ではない部分における議論も含めて、状況をですね、教えていただきたいと思っております。